イパスで行く東京都23区大学圏の旅。この旅は JR 線と徒歩で東京都23区を全て回り、一つの区ごとに一つのお題をクリアしていくというものである。前回練馬区でのお題、特徴的な建物の紹介を意外な形でクリアした我々は、またしても JR 線は使わずに次の区を目指す。我々とりあえず練馬まで、練馬駅まで歩いて大江戸線で東中野に行くということでよろしいですか？もうそれ以降絶対使わないです、他の路線は。はいはい、違っちゃいます、まあまあまあ、わかんないですけど使わない心づもりでいます。塩さんがね、飯が食いたいと今言っております。飯を食わせろと。そろそろストが起こりそうなんでね。何があるの、練馬といったら何だろうね。あれ、いっぱいあるの。あ、そこの道とかここの道とかありそう。食べ物屋自体はありそうだけど、それがうちらのお気に召すものかどうかは分からん。お気に召すものって何だっけね。人形焼きとかじゃないの。あー、まあそれは美味しい店、美味しい町、美味しい町。見た感じ店がない。美味しい町は飲み屋街っぽいね。お酒がかな。お酒が美味しい街、中央ストリート。 ことですね、この後も練馬区名物だなんだとフラフラと歩き回り、疲れ果てた我々は結局ラーメン屋に入った。うまい、うまい。腹も膨れて眠くなりましたね。大江戸温泉だっけ。大江戸線に乗っても大江戸温泉には行けないんですよ。え、あ、ここも特内パスが使えません、残念。はい、あ、応援線の方が高いですか。あ、まだ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 だ。 200m 登れてる。本当だ、そっちの方がどんどん上に行く。何これ、本当にすごい差がある。うわ、行っちゃうんだ、行っちゃうんだ。ちっちゃくなっていく。これどんくらい差がつくんだろう。あー、もうフレームアウト。19秒差があります。結構差ついたね。そんなに変わるんだ。なんでだ、速いのが苦手な方用に。やっと日の光が見えたよ。すごい、さあ出てきたよ。あっちが JR ですな。ああ、歩いてちょっとぶらりしようということになりました。東中野からね。そうですね、なかなか素敵な商店街、いろいろあるね。ここ道すがらキャラクターを思い浮かべて、この風景を見ながらキャラクターを作っていくというわけですよ。はい、笑っちゃったけど。もうちょっと行った角のところが焚き火の歌発祥の地と書いてあります。ここですね。ここすごい。ここです。ここだ、ここだ。ここあった。ここだ。焚き火の歌発祥の地。日焼けの大木がそびえ、垣根が続くこの一角は今もほのかに当時の面影を忍ぶことができる場所といえましょう。垣根の垣根の曲がり角はあそこのことかな。あそこのことかな。そうだそうだ。じゃあその垣根を、垣根の曲がり角行きましょう。曲がったらもう、このもっそ燃えてますよ。焚き火やってますかね。すんごい燃えてると思う。さあ、めちゃめちゃ熱心です。3、2、1。あっちの垣根ですよ、きっと。そうだね。3、2、1。
あれ中野区で何やるんでしたっけ、あつさん。道筋から外れてますけども。はい。中野区のキャラクターを作って描く。そうでしたね。っていうお題なんですよ。ね、素敵な公園に来ましたんで、ここで描きたいんですけれども。チョウさんがね、ここ座って描くって言うんですよ。で今ね、私膝をついてみたらね、濡れたんですよ。大丈夫でしょう。チョウさんの尻がいくら濡れても構わないんですけど。まあ、座って描き、あこの都会1個目。この田舎もんめ。じゃあ、区のキャラクターを23分かけて。なんか、おお、軽く1時間じゃないか、お互い出た。雲の下だよ。描きづらい。あじゃあどうします、2分半とかにします。ああいいですよ、いいですよ。2.3分、3分でいいよ。3分。さあ真剣に描き始めました。果たしてどのようなキャラを思いついたのか。いい顔で描いてますね。ああ、もうこんなもんこんなもんかな。お、ちゃんと名前もつけてくださいね。さあもう時間があと5、4、3、2、1、はい終了。終わりましたな。多分だいぶ最後持て余してましたね。では見せていただきましょう。さあキャラクターオープン。じゃんじゃん、中野くんです。聞くまでもないんですけれども、先ほど見たあれですね。もちろんもちろん、先ほど見て見られなかったあれですよね。見て見られなかったあれの思いを込めて書いたわけですね。やっぱりここで生誕されたというか、生誕された多分それを書くだろうなと思ってたんで。そうでしょうね。というわけで書き上がったのは中野くんでした。さあ何を書くんですかね。いやーちょっとね、イメージはあるんだけど難しい。3分しかないんだ。40秒経過。はいはいはい、やばいやばいやばい。どうです、今全体何パーくらいできました。2%ですね。ふふふふ、抜けなくていいよ。大丈夫です。怖くねえから大丈夫です。おじいちゃんと戯れましたが。はい、5、4、3、2、1、終了。カン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 。やばい、書き方を非常に間違えました。書き直したいです。でもここで発表してもらいましょう。いいんですか。いいよ。はいはい、あれ中野ブロードック。え、ちょっとリアクション取りづらかったですけど、え、中野ブロードウェイと犬かかってるんですね。まず中野ブロードウェイからですけども、まあちょっとサブカルな文化が反映します。それは軍服に現れてます。ああ、そうなん。なんで犬かと、昔江戸時代に書類アルミの例で犬を収容するところがこの近くにあったわけです。あ、野犬収容所があったんですね。なのでサブカルと犬を合体させて中野ブロードックというのを書こうと思ったんですが、時間3分っていうの配分がよく分かんなくてここばっか書いてたでしょ、この辺。ここ書いてたらもう時間なくなったんで、あと適当に全部やったらこんななっちゃいましたね。頭の中にあったものとだいぶ違うものが出来上がりました。ここまだ何パーなの、これは。これね、むしろ0パーっすね。言ったやんけ、先にパーまで行ったの。失敗失敗。よし、じゃあ厚さそのままめくってあの地図を埋めましょうか。これですか。ちょ中野くんはいいよ。これ実はあの足と手になってて、そうですよね。これゆるキャラとして歩けるんですよ。こっちも歩けますよ。これもう目がしんどるもん。そんなわけで、どどどど来ました中野区。中野区のキャラクターは中野ブロードッグで有名な中野ブロードッグとピチョンくんだっけ。ピチョンくんはお前あれだよ、あの板橋のキャラクターだよ。板橋はピチョンくんだ。はい、塗りしぶしました。中野区クリアでーす。次は杉並行くしかないです ね。 そうですね。中央線でここら辺をバッとこうやっつけてやろうかなって思いましたよね。今から駅に向かいましょう。中野駅かな。そうだね、中野駅かなんかに向かうか、そのまま杉並区に入っちゃうか、9時次第でちょっと考えましょう。9時行きましょう。まあ、とにかく杉並区です。はーい。近っ。杉並区で何をするかな。9時23クーさてさてさ、なんでしょう。
ででででででん、区の名前で、あいうえお作文。杉並ですね。行ってからです、行ってから。今考えながらでもいいですけど、とりあえず行って発表です。杉並で、あいうえお作文ということで、いいですか？いいですよ、やりましょう。よーい、じゃあ次は杉並くん。いけます、いけます、余裕余裕。杉並をできるだけ表したいけど、杉並完璧だね。いやいやしてるな。サンプラザさんですよ。お、怖い。やっと特大パスが使える。ね、多分ここに来るまで 3,40 分歩きましたね。多分歩いた、歩きましたね。なのでその間にきっと思い、マシマシきっと思いついたと思うんで、マシ。はい、思いつきました。しおさん